はい、こんにちは、ベンマックスです。最近ちょっと動画を上げられなくてすいません。ちょっとね、私体調崩してまして、それでちょっと動画を上げるのが辛くてですね、ちょっとやってませんでした。どうもすいません。これちょっと記録に残しとこうと思いまして、動画今上げてます、作ってます。これね、実はデイトナなんですけれども、16520のデイトナですね。でこれオーバーホール出しまして、で出す前にですね、近所の一級技能士が3人ぐらいいて、あともうちょっとレベルの高い技能士がいらっしゃる、ロレックス公認店、ロレックスの公認店ですね、修理公認店に、持ち込みしまして、で文字盤をですね、針がですね、ルミノマじゃなくてですね、ここにちょっと入ってるんですけども、トリチウムの針がついてたんですよ。でこれはまずいと思いまして、日本ロレックスに出そうと思ったんで、針を取り替えてもらえませんかとお願いしたらですね、大丈夫ですよ、5500円でやってあげますよって言われまして、で5500円でやってもくれたんですよ。だけどちょっと電話がありましてね、文字盤に傷をつけてしまったと。でどうもすみませんと。で全部うちで持ちますので、オーバーホールをですね、ぜひうちでやりますので、すみませんでしたと言ってきたんですね。でまあここにある、こういう文字盤はですね、これずっと保存してあるトリチウムの逆録の文字盤なんですけれども、こうですね、トリチウムの逆録の文字盤、これはもう外してありまして、ついてたのがルミノバの文字盤だったんですね。で針をスペアで持ってたルミノバの針に取り替えてほしかったんですけれども、そこでちょっと事故が起きちゃったと。でまあ針は取り替えてもらいまして、文字盤に傷をつけちゃったということで、やってくれました。全部うちで持ちますので、すみませんでしたということで、で今16520のオーバーホール代って12万円するんですね、基本料金が。ですので相当大変だったと思うんですけれども、これがですね、した書類ですね。私のロレックスって言いますか、私のデイトナはですね、前にもお話ししました通り、これ日本のギャランティー、日本語のギャランティーなんですね。というの、正規品のギャランティーなんで、こういうふうに昔はこういう紙で来ました。来たものです。で、裏にですね、保証期間を経過しても、この保証書をご提示になれば、下記の日本ロレックスのサービスでオーバーホールの金額が、半額になる特典がありますと。ということで、私のデイトナはですね、基本半額なんで、今まで基本6万だったんですよ。なんで3万円でやってたんですけども、12月に12万円に改正になりまして、で今6万円からということで、6万プラスで6万6000円からということで、あと部品の交換と、あったんです。で
そのね、あのですね、オーバーホールにちょっと出そうと思ったのがですね、リューズを60回回さないと、あの、スモールセコンドが動き出さなかったんで、おかしいなと思いまして、それで出そうと決意したわけですね。それで、日本ロレックスに持ち込むために5500円を払って、針を取り替えてもらったところ、そういう事故に見舞われてしまって、ただすごいね、誠意ある、お店さんで、お店といいますか、修理工房で、全部やらせてください。5500円も受け取れません。って言われたんですよ。でも私はね、プロの方にお願いしたんで、結局、針がついたんで、受け取ってくださいと言ったんですけれども、いやいやいや、受け取れませんと。プロが故に受け取れませんと言ってきたわけです。で、こうやって、日本ロレックスからも戻ってきまして、でまだね、全然、出したのがね、5月26日なんですけど、全然動かしてないんですよ。ちょっと体調が悪かったものでして。それでですね、ちょっと60回で、以内で、まずゼンマイが回るかどうか、ちょっと、検証していきたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、18回で回り始めました。あ、よかったよかった。治ってますね。ですからね、今回に限っては本当に、これ、バカがけって言いますか、研磨はしてないんですよ。肉が痩せちゃうと嫌なんで、なるべくコンディションをオリジナルの状態に保っときたいんで、で、それにそんなに使ってなかったんで、傷もほとんどない状態だったんで、傷がありそうに見えるんですけど、そんなにひどくなかったんで、今回もですね、研磨は、避けました。いや、本当にね、いやあ、そこはいいお店ですよ。で、もう16520の部品が、日本ロレックスでストップしちゃったら、うちでやってあげますよって、本当はできませんって言われたんですね。部品が手に入らなくなったんで、やれませんって言われたんですけれども、この今回のことをきっかけにですね、やってあげますよと、私の分をやってあげますよということで、そういうことになりましたので、ロレックスでできなくなったらそこに出すということで、はい、そういう話でございました。まあリューズをね巻いてもね、やっぱり滑らかに油が本当に中にすごい溜まってるような感じがしますね、巻いてて。すごいいいですね、今回を。で、ゼンマイをね、交換したかと思ったら、ゼンマイ交換してなかったんですよ、命材書見たら。なんでね、何だったんだろうなとは思ってるんですけれども、いやー、16520ね、私大好きなんですよね。あ、で、それでですね、
文字盤結局交換したんですけれども、結局針もね交換することになりまして、相当金額取れたんだろうなと思いますね。6万6千円プラス文字盤が10万円なんで、10万プラス針がね多分恐ろしい値段になると思うんで、大変だったと思うんですよね。ちょっと辛そうな、取りに行ったら辛そうな顔してましたんで、次回からはね、いろんな時計お願いしていきたいと思います。今回は以上です。どうもご視聴ありがとうございました。